どうも、プロの徳子拓也です。どうも、稲田ということジーヤです。歴代の担当歴全部晒しますスペシャル。今回は僕なんですけど、僕が、まあ、なんでジャニーズにハマって、はい、そこからね、まあ、ちょっと、まあ、いろいろ担当って変わるじゃないですか。ちょっと時代とともにね、はい、井上瑞稀、もしくは織山尚というジュニアの沼にいるわけですけど、そこに至るまでの経緯をすべてお話ししたいと思います。はい、このチャンネルではチャンネル登録者10万人目指してますので、ぜひぜひジャニオタの方、登録の方よろしくお願いします。それでは、エビバディゴーめっちゃドラマ見てたし、なんか中島裕翔くんとか結構好きだったなとか、あと V6 の岡田くんのなんかグッズ買ったことあるなとか、小学校低学年ぐらいの時に。でもなんかこうちゃんと意識したのは小6ぐらいの時にカトゥーンのクイーンオブパイレーツっていうコンサート DVD を見て、こんなにジャニーズって自由なんだみたいなのを知るのね。今まですごいなんかザ・アイドル、なんか王子様王道とかそういうのしかないと思ってたから、ジャニーズにはなんかバイク乗り回してるタイプコールとかウォッカを一気する赤西仁みたいなやつがあって、夏それ多分偽物なんだけど、でそうなんだ、当時はそのお酒が強いとかも何も知らないから、でもあ、これはヤバいものを飲んでるみたいな。そうそうね。でそこの中でもなぜかやんちゃじゃない中丸くんにハマるんですけどクラスの優等生。そっから時を経て、やっぱちょっと思春期なのかわかんないですけど、ジャニーズとか、へっみたいな時代があるよね。あるよね。ジャニーズみたいな、ビジュアル系とか、ボカロとか、そっちの方に走るの、わし。ボカロって何？ボカロで知ってる？初音ミクとか。あー、知ってる知ってる知ってる。わかる？わかる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 。知ってるよ。知ってる。歌よくあるけど、ちょっと忘れちゃった、全部。やばい。人気高校1年生から茶の間を卒業し、いわゆるザ・ジャニオタっていう現場に行くような人間なんですけど、いやいや、それきっかけがキスマイフット2のデビューなんですよ。おお、長いね。だから僕のジャニオタ歴史はキスマイと共にこう歩まれたんですけど、そのクイーン・オブ・パイレットにキスマイは出てんのよ。おお、偶然ね。なんかジュニアでついてて、あ、ジュニアなんだよ、その時代ね。当時は二階堂くんの顔がすごい強烈に覚えてて、なんかリカちゃんのいるグループとして覚えてます。リカちゃんっていうの、リカちゃんみたいで可愛い。改めてよく見たら、北山くんってこうめちゃくちゃ可愛くないみたいになって、めっちゃコンサート DVD を買い漁ったの。ほうほう。キスマイフットに会えるでしょとか、ヘアって曲いいなとか、腰に手を回してっていうところでめっちゃケツを振るの、一人だけ。なんかすごいぐらい。で、舞台もめっちゃ行ったのよ。イケメンですの舞台とか、結婚するお話の舞台とか、それも全部行ってたし、友達に誘われて、ABC のコンサート行くんですよ。おー。で、ABC すげーなと思って見てたら、あ、これジュニオって結構いっぱいいるな。真田くんとか、岩橋元気くんとか。一人の涙の子だ。なんか前目にいるみたいな感じで、その時にわしは、高田翔という。あー、野球の子？そう、バッテリーの子なんですけど、いわゆる今、無所属と言われる、特にユニットに属してるわけでもなく、どちらかというとちょっと俳優路線。はいはい。高田翔くんっていう子にパンサーをされて、しかもなんか笑っててずっとこっちを見て、なんかついてたんじゃないかとか。大丈夫で、何周もするんだけど何回も見てくるの必ず。で、やべえってなって、パンサー落ちって言われる顔とか性格とかよりも先にパンサーで知って、なんかそっからこう押してくみたいな。あられだよね、みんなね。そう、そっから高田さんになるのよ。おお、めっちゃ現場行ったの。めっちゃパンサーしてもらえるの、高田さん。高田ってめっちゃ思ってると、絶対ファンサしてくれんの。手振ってくれて、でもこれ手振ってくれてるけど自分かわかんないなとか思って、ピースするとピースしてくれた。おー、すごい。高田くんすごい、いいね。三菱の光がすごいじゃん、ステージの。そうだね。見えないっていうのがお客さんの後ろの方が。こっちは見えるけどね。そう。で、高田くんね、いつもこうやってやってくれる。おー、やってやって、見つけて、ピースとか、やってくれんのよ。それはちょっと湧くわ。そう。なんかね、その辺からわし気づくの。何が？走って、くるっと。って可愛い子が好きなんだなって。あジュニアでハマってたのが、当時、しめかけりゅうやくんっていう、あー、しめ、今のトラジャのしめちゃん。しめちゃんね。は結構これも行ってたんですよ、舞台とかも。で、プレゾンとかもめっちゃ行ってた。で、ま、そこで、阿久津慎太郎、秘宝しめかけりゅうやたんっていうスレッドを某掲示板に立てられて、それがちょっとなんかジャニオタの中でもなんか、やりそうなんだみたいな感じで有名になるみたいなのがあって、K-POP の沼にもまた入ったりするんですよ。で、あとはね、超特急に通う時期もあったし、そっからディッシュにも行くんですよ。ディッシュね、今。で、また友達と一緒になんかね、ガムシャラっていう当時番組があって、ジュニアだけのバラエティみたいなのがあって、それを見てたのよ。シンバル事件なんですけど、あれのね。そう、公演の練習中にシンバルに挟まれちゃうの。カウントを間違えて。絶対痛いのに、泣きもしないし、我慢して大丈夫大丈夫みたいな。当時の年齢よりもやっぱ上に見えんのよ。すごいプロフェッショナルにやってて、大丈夫だよ、大丈夫だよ、みたいな。シンバルに挟まれたことをきっかけに好きになったのが、井上瑞稀という、
全ての始まりはシンバルで叩かれたっていう。てかあの時にもしも井上瑞稀がちゃんとカウント通りやってたら今のハマってなかったかもしれない、この状況なかったかもしれないってことね。かつ中村玲也さんが思いっきりボーンって言ったからシンバルに挟まれ、かつそれをやっぱスタッフさんが撮ってて、うん、かつそれを放送に乗っけて、あー逆に乗っけなかったらダメだもんね。そう、うん、そのガムシャラも別に友達が何本もあるうちの、うん、ちょっとこれ見ようって言って一人見たら録画だったのよ、うん、もういくつもの偶然が重なって今日があるって感じだよね。そうなの、と思うとさ、なんか全部偶然だよ、うん、高田翔くんが見てくれたのも、うん、別にジュニアの公演に行ったわけじゃなくて、うん、ABC の公演に行って、たまたま、ね、でたまたま席がわしは通路脇で、うん、既存の高田さんがいたらわしは見られてないわけ、そっちを見るから。あ、そうだよね。でもその場にはいないのね、奇跡的に高田くんの推しがいなくて、うん、っていう、もうなんかいろんな奇跡が重なって、奇跡だろ。北山くんは別に奇跡じゃん、うん、お尻ブリンブリンしてるだけだからだから毎回ブリンブリンしてるからいいんだけどでこれもさ、ご覧になってる皆さんもなんかいろんな偶然が重なってさ、今の沼にはまったとかもあると思うからね、うん、ぜひそんなのもコメントの方でお待ちしております。全然運命じゃないのに、もうなんかいろいろ巡って運命ってことにするから、そうだね、誘ってくれなかったら行かなかった、でも丸々ちゃんとのデーって、そういえばあの時ツイッターでとかも全部もう全ては運命だから、もうニンチで、こっからだね、うん、あ、ジュニアやっぱおもろいみたいな、うん、アイドルに近い方が好きというか楽しいというか、はいはいはい、そっちの人間だと思って、なるほどね、どっちかというとめっちゃカリスマスターとして、うん、こう立って祭るというよりも、うん、実際どうかは分かんないけど、うん、あたかもこの自分が使ったお金が彼らのためになってるみたいな錯覚を起こせる距離感じゃないとダメだっていうことに気づき、で横浜アリーナというあの広大な土地でも広大な土地は見つけてファンサーをしてくれるし、ね、すごいね。友達に連れられてまた別のジュニアの公演に入るんですよ、うん、おお、次からすげえと、はい、踊りは上手いんだけど、うんうん、ずっとなんかね、わしの印象としては、うん、ずっと下を向いて踊ってる声だった。あー、ちょっとね、ただダンスは上手いし、うん、隣がその子の推しだったからめっちゃファンサーももらってて、うん、あ、めっちゃファンサーくれるし、うん、いいやんとか思ってて、顔めっちゃ好きだなとか、おうおうおう、いろいろこう思わされたのがその織山直人、出ました、織山直さん、はい、ジュニアがメインですよっていう時にですら、後ろにいるジュニアのさらに後ろにいるジュニアみたいな、そんな後ろの感じだったんだね、感じだったの最初は。みじきと違うところは、うん、その初期段階から応援できてたっていうところがやっぱ私の中でずっと愛せるポイントで、うん、そこでかいね。そう、織山くんが初めて新聞に、うん、ジュニアの、ね、コーナーがある新聞があるんだけど、うん、そこに出た時とかも超喜んだし、うんうんね、写真出たすごいとか、うん、で私歴が長いことがやっぱどん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 なんだろう、愛せるポイントになっちゃうんだから、うん、これを今から一から他のジュニアのことを始めるってなったら、うん、結構大変というか、うん、今からちょっとなと思ってたら、まゆみもうゆきという、まゆみもうゆき、今ちょっと一番会ってみたいまゆみかけゆきさんですね、かけゆきさんですね、はい、じゃあもうゆきさんって呼びます、はい、もうゆきがちょっとね、かわいすぎて、かわいい、あの今販売されてる写真もね、全部ちょっと買っちゃったんですけど、これまでもはいはい、でかい、間違いなく関西でわし一番好き今、うん、ジアちゃんだったら高橋恭平じゃん、あーそうだよ、明日高橋恭平くんだ今ね、でももうゆきがちょっとこうこういう感じになってる、いや、大丈夫なんだ、高橋恭平で大丈夫なんだ、あ、なに、同担拒否だよ、同担拒否、にんち、北山くん、織山くん、みじき、3人います、楽屋一つしか入れません、誰の楽屋行く、うん、面白いぐらいマジで選べな、あの、みじきか織山くんどっちかなんだけど、めっちゃ思考停止して本当にどっち行きたいですかって言われたらみじきなのよ、うん、だけど、そこで悲しむ織山くん見たくないの、いや、悲しむか知らんけど悲しむか知らん、悲しむか知らんけど今の織山くんはやっぱ一人にはできないっていう、お父ちゃんなのよ気持ち的には、織山くんの織山慎太郎みたいな子あんのよだから織山直太郎みたいな直太郎みたいな言ってんじゃない織山直太郎みたいな、にゃんちこれで織山くんのとこ行ったら、みじきが、うん、は井上探偵か散々言ってて来ねえのかよ、病気が始まってる、病気が始まってる、ちょっと織山くんの感情はちょっと置いとこう、織山くんの感情は置いといて、にゃん置いとけなくない、置いとくの、例えばみじきの楽屋入ったとしても、それは織山くんも北山くんも知らないのよ、いやでもさ、ごめん、ちょっとめっちゃさ、こじれるけどさ、わし、そもそも推しとさ、その喋りたくないよ、からそうだよね、にゃんち、続いての動画では、ジアちゃんの歴史、半世紀、半世紀だよね、50周年本当にだよ、かかった半世紀についても取り上げていきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います、お願いします、それでは皆さんも明日お幸せに。なにわ男子とさ、まゆみもゆきがさ、一緒に呼んできたらどっちの楽屋入る、どっちかしか入れませんって言われて、恭平くん、わし、なにわ男子全員いたとしてももうゆきの方行くよ、そんな価値、うん、もう第2のみじき、織山くん、北山くんの路線に入ろうとしてるんです、第2のって言うのか、もう第3第4第3第4か、そうか、分かんない